得秘境は想定外の圧力となる私もすでに偵察兵を調査に送もともとは私が直接隊を率いて現場に行くつもりだったが前線に長くとどまれば天領奉行府は誰も監督がいない状況になってしまうそうなるのはいささか妥当ではないあんたが欠けることで不足するのが戦力ならあたいたちがそれを手伝うこれでいいんじゃないか太郎 旅人そうだなオイラたちが手伝う代わりにお前もオイラたちを手伝ういいことじゃないかえっとその言い方はちょっと強引すぎるんじゃいや感謝する確かにそれが今取れる策の中で一番適したものだ他のものであったなら私は絶対にこの要求を受けないだが稲妻至高の神 将軍様でさえも旅人の実力を認めている。お前たちに任せられるのなら私も安心だ。おいおい、あんたら稲妻ですごいことをやったみたいだな。確かに、前にシャンリンからも聞いたことがある。あんたは大事をなす人だって。九条サラさん、あたいたちはこれからどこに行けばいいんだ今すぐ現場まで連れて行こう。しかし、 私はこれまで現場に向かう時間がなかったゆえおそらく安全面については正確に予測できない念のため各自戦闘用の装備と支援物資をできるだけ用意しておいてくれ費用は立て替えてくれよいいだろうではすぐに府内に申請を待ってくれ通行証の手配って費用がいるんだよなそれを立て替えてくれよこっちの費用は値が受け持つからさ そんなんじゃねえって。実は、船を降りる前に、北斗さんからモラを一袋もらったんだ。それを溜め込んどくのもアレだし。それに <laughs>、こんな面倒をかけたんだ。ちょっとは何かしないとな。袋の中のモラは、あたいたちで分けようぜ。軍事手当ってことにしよう。本当に、理解のある善良な方だな。いいってことよ。気にすんな。 それで値の通行証は？そのことは私が直々に手配しよう。安心してくれ。おお。ありがとう。決まりだな。じゃあ一緒に桔梗を制圧しに行こう。あ,あ行こう。あたいも旅行に来た気分で見聞を広めに行くぜ。